この動画はストーリーの途中ですので、再生リストから順番に視聴することをお勧めします。翻訳は YouTube の自動翻訳を使用しているので精度が低いことをご了承ください。雪色サイン。私、高萩加古が南大瀬に引っ越してきて初めての週末になりました。でもなんかあれだね、なんかすごい、まだその作品の全容がまだ分かってないけど、別になんかその冒険が起こるわけじゃないと思うからさ、普通になんかその日常の、5人の時間を過ごすっていう作品だからあれなんだけど、あれなのかな、やっぱ一人一人のドラマがあるよね。いつもこの手のゲームってやっぱり主人公が起点になって、今回で言うところの、何だっけ、正冬か、が、主軸となって各ヒロインと絡むことによって、でそのヒロインの掘り下げだったりとか、吸ったもんだ色恋ってのが発生するわけなんだけど、その人間単品で、人間単品で、ヒロインはヒロイン単品で、それぞれのなんかその思いとか、過去だったりとか、ドラマみたいな物語みたいなのがちゃんと繰り広げられとって、もちろん、恋愛ゲーム、恋愛シミュレーションゲームというかアドベンチャーゲームなわけだから、主人公とのイチャコラさっさもありますよっていう流れがあって、なんかすごいね、なんか本当に読み物、物語みたいな感じを紡いどっていいね、すごく。まあ今でほら選択肢がないからさ、選択肢って絶対ないにか、絶対っつったらあれかもしれんけどさ、まああるにはあるんだけど、なんか選択肢を重要視するゲームってもうほぼほぼないねか。一応なんか様式美として、あの名ばかりの、形ばかりの選択肢はあったりするんだけど、けどもうそういうあれじゃないからさ、まあその分、そのヒロインに対してもう集中できるみたいなことがあるから、なんか面白いね。時代の流れといえば時代の流れというか。田舎だと思って侮ってたけど。すごいな。私の手には大きめの紙袋が一つ。中に入っているのは5冊の古本です。はあ、探していた本がこんなところにあるなんて。しかも格安で。なるほど。ネットで探してもなかなか出てこないし、出てきたとしても割とお高めの古本です。おお、なるほどね。確かに、こういう人口の、村とかだったら、もう骨董品みたいなのがいっぱいあるんやろうな。内容はいわゆる怪談集とでもなるのでしょうか。父が生まれる前というか、祖父母が生まれた頃に発行された本です。そんなに前。田舎の古本屋、恐るべし。わかる。おじさんも趣味で釣りをやるからさ、なんか本当にもう田舎のバスへの個人商店みたいな、そういうね、釣り具屋とかに、お前みたいな感じのスーパーオールドルアーとかあったりするわけよ。わかる。その気持ちわかるぞ、かこちゃん。他にも興味がそそられる本がありましたが、あいにくとお財布が悲鳴を上げていました。ですので、お小遣いが貯まったら必ず買うと約束して、数冊取り置きをしてもらっています。おー、交渉上手。読むのが楽しみ。やっぱ好きなこととか、なんか自分がこれだって思ったことにはちゃんとそのね、ほら、陰キャだ陽キャだみたいな感じで自信がないみたいな感じの女の子だったやん。でなんか自分の、好きっていうそのベクトルが向けば、こんなにもなんか積極的にね、陰キャは取り置きなんかしてもらえんよ。店員に話しかけれんもんだって。ああ、なんかなるほどな。人となりがわかるね、これだけでも。私の趣味の一つに読書というものがあります。特に好むのは大まかに分類すれば、怖い話となるでしょう。決して遺伝とかそういうわけではないはず。私が特に好むのは日本の古い怪談なので、ドロドロのホラー好きの父とは違うはずなのです。あ、そういえば南大瀬にはいろいろと怪談話がありますよね。
私が今日購入した本にもこの地域の怪談や、奇怪な話がいろいろ載っているので読むのが楽しみです。確か有名なのは狐の話ですよね。おう、狐に化かされたとか狐の恩返しの話とか。もしかするとミク先輩がいろいろ知ってるかも。 B 級ホラーだからな怪談とはまた話変わってくるからな。今度檻を見てそれとなく聞いてみるのもいいかもしれません。とそんなことを考えていると、あ、私は思わず小さな声を上げました。スマホ落としたの気づいてないのかな。私の数メートルほど前を、腰の曲がったおばあちゃんが歩いています。手押し車をゆっくり手越し車を使ってゆっくりとした足取りなのですが、歩道に残った雪に足を取られるような素振りはありません。手押し車なんにすごいな。さすがは雪国のご長寿さんです。歩き慣れている感じがします。そのおばあちゃんがスマホを落としたのですが気づいていないようです。しかしそのスマホは高齢者用ではなく若者に人気の最新機種なのがすごいと思います。あの、落としましたよ。おばあちゃんが落としたスマホを拾って雪に滑らないように気をつけながら小走りで駆け寄ります。奇妙なと言ったら失礼ですけど、声を出しつつおばあちゃんが首をかしげます。もしかすると耳が遠くて聞こえなかったのかもしれません。おばあちゃん、スマホを落としましたよ。手にしていたスマホについた雪を服で払ってからおばあちゃんに手渡してあげます。今度は先ほどとは違ってうという言葉の語尾が下がっています。多分私の言葉にうなずいてくれたのでしょう。壊れてないとは思いますけど、一応確認してみてくださいね。それじゃあもう落とさないように気をつけてくださいね。おばあちゃんが私の言葉にうなずいたのを見てから、私は手を振って歩き出します。ああ、早く家に帰って本を読みたいです。きっと楽しい時間になるでしょう。そんなことを考えている私の頭からスマホとおばあちゃんのことはいつの間にか消えてしまうのでした。うん、ああ、くそ、罪かよ。どうした？休日の昼下がり、俺は部屋でネット将棋をしていた。ほん。特に将棋が趣味というわけじゃないけど、最近、スベがこれに興味を持ち始めたとミクから聞いていた。そのうち勝負を挑まれるだろうという未来が見えているので、その対策をしているわけだ。なんというか、スベに負けると、ものすごく、悔しい思いをするんだよな。まあ、バカほど煽ってくるからな。まあ、すべのことだから攻撃全振りで来るんだろうけど、穴熊とか無理だよな、きっと。手の内はわかるのだから対策は立てやすい。そう思って、ここ数日、暇な時はネット将棋に勤しんでいるのだけど。そんなことを思っていると、スマホが着信音を奏でた。発信者を確認するとミクだった。3コール以内に出ないと遅いと言われるので慌てて通話ボタンを押す。もうすでに遅いやん。もしもし、今大丈夫？あ、言われんかった。大丈夫、どうした？すべのことなんだけど。なんかやらかした？違う、過去のことを気にしてるみたい。過去のこと？ええ、実はね。これこれ、しかじかカクカクうまうま。ミク曰く過去がなんだか打ち解けていないっぽいから、すべとしては何とかしたいとのことだった。パーティー開こう、パーティー。まあどうせ行き詰まって相談とか行くと思うから、その時はよろしく。わかった、話が来たら相談に乗るくらいはするよ。わざわざ事前に知らせてくるミクも過保護だなぁとは思う。南大瀬町における、すべ大好き人間の筆頭が、ミクという少女であるのは間違いないだろう。何か言いたいことでもある？
いやいや、別にないって。かわいいな。電話越しでもミクには俺の内心が伝わってしまうらしい。こういう時は幼馴染は厄介だなと思ってしまう。そう、それならいいけど。話はそれだけだから。じゃあね。本当にそれだけ言って通話が終わってしまう。もともと電話による通話が嫌いなミクだけに最低限、必要最低限の話題のみだった。打ち解けてないねえ。だけどそれも当然だとは思う。転校生だし学年も違うし、何せ過去のことを忘れていた。不義理な、幼馴染が周りにいるのだし、いるわけだし。やめな、口が回らん。全然言葉が読めない。すまねえ、みんなすまねえ。時間が経てば打ち解けてくれるとは思うけど、その時間すら惜しいと思うのは、すべらしいといえばらしいのだろう。そんなことを考えていると、今度は家のインターフォンの音が聞こえた。となると、過去かな？なんとなくそう思ったのではない。南大瀬町の住人、それも我が家に来るような間柄のものならば、インターフォンなど鳴らすことはない。なるほど。そのまま鍵のかかっていないドアを開けて中に入り、来訪したことを告げるのが常なのだから。田舎？というわけで、玄関に向かいドアを開けると予想通りの人物がいたのだが、どうした？あら？それで玄関先にこれがあったってわけね。ああ、俺の家のリビングに集まっているのはいつもの面々だ。そして、なこれ、車座になった俺たちの中央には大きめの段ボール箱が一つ置いてある。先ほど過去が我が家に来た時に持参していた問題の物だ。誤配とかでしょうか。でもさ、配送の伝票が貼られてないよ。すべの言う通り、段ボールに伝票など貼られていない。そして何より周囲にある、人家は俺の家だけであり、誤配というのは考えにくい。すべの言う通りだ。これはいわゆるお裾分けってやつだ。なるほど。まあ大体分かっとったけど、あの助けたおばあちゃんや。助けたおばあちゃんがもうどこの誰かってもう分かっとるから、お裾分けを着たんだな。なるほどね。それが当たり前だからか。狐の恩返しならのおばあちゃんの恩返しってことか。まあ、この南大瀬の恩返しってことか。他の田舎ではどうか知らないが、この町だとちょくちょくあるやつだ。畑でいい野菜が取れたからお裾分けするとか、食べきれないほどの山菜を取ったからお裾分けするといったやつだ。でもさ、過去がお裾分けをもらうような親しい相手って、ここにいる面々くらいね。念のために聞くけど、この中にいる？ミクの言葉に俺たちは首を横に振る。あ、おばあちゃんのことすっかり忘れとったって。おばあちゃんとスマホのことをすっかり忘れたって描写あったやんか。そういうことか。あ、おもろい。ミクの言葉に俺たちは、首を横に振る。となると誰だろうね。ミステリーな匂いがするよ。本人はもちろんそんなことを忘れとるから、うん、そんなことになるとは思ってないから、すっかり忘れて、もう怖いねって、逆に怖いねって話になるわけか。過去には心当たりがないんだよね。はい、玄関先にあった時は狐が置いていったのかと思ったくらいです。唯一この股の隙間に、この隙間がいらんな。太ももの隙間っていらんよね。なんか太ももはほら、太けりゃ太いほどいいからさ。狐？ああ、いえ、なんでもないです。でもそうなると面倒だな。俺の言葉に弘中とミクがうなずき、過去とすべは首をかしげる。そうですよね。誰がくれたのかわからないものをいただくのは。いや、そうじゃなくて、お礼をする相手がわからないのが問題ってこと。お裾分けとか贈り物っていうのは善意から来るものだっていうのはわかる？はい。はい、も
ちろんです。ところがな、それが面倒なんだよ。善意なんだから受け取った側がどうしようが勝手なはずなのにね。そう、本来ならば受け取った側がどう思おうがどうしようが勝手のはずなんだが、それなのに一両日中にお礼を言わないと義理とか感謝の気持ちに欠けるって陰口を叩かれる。なーに、田舎のコミュニティって怖えな。え、いやいや、え、本当ですか？冗談とかではなく見返りを求める善意か。怖え、田舎怖え。うん、本当の話だよ。典型的な田舎の悪いところね。ザ田舎だな。田舎の洗礼だな、これは。なんだかよくわからないけど大変だね。そんな理不尽な。理不尽だ。過去の言う通り理不尽以外の何者でもない。しかし田舎というのは理不尽の塊なのだからどうしようもない。どうしましょう。心当たりなんて全然ないですよ。わかってる。だから宗冬が私たちを呼んだんでしょ。過去から事情を聞いた俺は即座にこの面々を呼び出した。送り主が誰かわからないからこそ考えるメンツは一人でも多い方がいいからだ。すみません。ちゃんと玄関に出ていれば。まあここに来たばかりだから仕方ないよ。この段ボール箱を置いた相手は玄関のドアを何度も開けようとしたらしい。はあ、それ自体はこの村のマナーに反しているわけじゃない。しかし過去にとっては恐怖に近いことだった。そやな、玄関の鍵をかけないなんてな、田舎だもんな。いきなりドアガチャされれば怖くて当然だから。それで相手は不在だと思って段ボールだけ置いてったってわけだが、私さ、この町における謎の一つとしてインターフォンの存在意義ってあると思うんだよね。すごいな、すべ勘が鋭い。確かにすべの言う通りなのだが、どうしようもないことではある。とりあえず中身を確認しましょうか。手がかりがあるだろうし。手がかりって中身からわかるものなんですか？ん？田中さんちは野菜、佐藤さんちは米みたいなこと？ものによってはな。珍しい野菜とかがあれば作っている人から絞り込めるかもしれない。おお、それすらもみんな知っとるからな。なるほどね、田舎だな。ということで段ボールの中身を見分することに。まずはお肉だよね。肉？熊の肉だね。はあ、なんで見てわかるんですかとか、どうして熊の肉がとか、いろいろと突っ込みどころが。まあ狩猟期間だしな。いえ、そういうことじゃなくてイノシシとかあの鹿とかじゃなくてクマって一発でわかるんか、すごいな。過去が若干引いているが気にしないことにする。こっちの肉はイノシシね。わかるんだ。私イノシシ好き。鍋にすると美味しいんだよね。すべの味覚がすでに南大瀬に馴染んでいることはよだれを垂らしそうな表情からわかるだろう。それからこの肉はって珍しくミクが表情硬いものとする。そしてそれはその肉を見た俺と弘中も同じだった。あ、わかった、スーパー高級肉やろ。だってほら、スマホを最新機種にするような割とお金持ちのおばあちゃんだから肉のレベルも高いんじゃないかな。あれ？3人ともどうしたの？いや、まあ、なんだ。ちょっとやめてくださいよ。ミク先輩も肉を持ったまま固まらないでください。なんだかホラー映画みたいじゃないですか。だよね。スベ先輩ストップです。やめろごめんなさい、気にしないで。この肉は、そう、牛の仲間の肉だから。ああ、そうだね、確かに牛の仲間の肉であるのは間違いない。牛の仲間？ヤギとかですか？まあ、そんな感じね。
これ以上質問を重ねられたくないミクはやや強引に話を打ち切った。それで次は干し椎茸だよね。スレが手にした保存袋に入っているのは俺たちにとっては見慣れた干し椎茸だが、すき焼きやりてえな。え、干し椎茸ですか。え、でかくないですか。過去が見たことあるのってスーパーで売ってるやつでしょ。これは正真正銘の天然物だからね。昔椎茸工場、椎茸の栽培農家とかでちょっと見学したことがあるんだけどさ、本当にでかい椎茸って、もう元気なその菌床で育った椎茸ってなんかすごいのよ。とにかくもう相当でかいのよなんかちょっと、なんだろうな、大げさなことを言う、どうだろうな、どれくらいって言ったらいいんだろうな、あの傘の部分だけでソフトボールぐらいあるんよね。ソフトボールの直径くらいあるんよね本当にバカほどでかいのよ。うん、やべえ椎茸って。あれだよね。ブナの木になるんだよね。正解、よく知ってるな。来年はキノコ狩りに行くから今のうちに勉強してるんだ。お、私の留学が終わる前には秋のキノコが生え始めるし、夏にも美味しいキノコが取れるって聞いたからね。さすがだな、スベ。食べ物になると気合が違う。当然だよ。美味しいものを食べるのに妥協は厳禁なんだから。広中のからかいの言葉を完全に褒め言葉として受け取っているスベ。次は冷凍のキノコ。先ほどの干し椎茸と似たような保存袋をスベは手にしている。私の勘違いじゃなかったら、そのキノコってまさか。うん、ただの松茸でしょただのって。松茸なんざポコポコ生えるぞ。都会だと高級らしいが。ポコポコ私は松茸よりもマッカーサーの方が好きだな。誰だよ。マッカーサー、桜しめじのこと。マッカーサーがアメリカに帰国した年にいっぱい生えたからそういうらしいよ。へー。あとはマッカとマッカーサーって名前をかけたダジャレっていうのもあるみたい。そんなやり取りをしている間にも主にスベの手による見聞が続いていく。あ、このキノコ知ってる。シシダケよね。ああ、シシダケですか。聞いたことないです。コウタケとも言うみたい。おこわにすると美味しいキノコね。シシダケはいい値段で売れるんだよな。松茸よりも高く買い取ってくれる。え、松茸よりもですか。っていうか買い取ってくれるって。この町に住む子供の秋の小遣い稼ぎは自分の家の山に入ってキノコを取ること。自分の家の山その季節になると都会からキノコの買い取り業者が来て家々を回るのは秋の風物詩でもある。はあ。来年は過去も行く。はい、ぜひともお願いします。欲しいものとか買いたいものとかいっぱいあるんで。特に欲しい本とかいっぱいあるんです。今日も本屋さんで欲しいのがいっぱいあって困ってたところなんです。おお、すごい、スイッチ入った。だからスイッチが入るとこんなにもキラキラ輝く子なんだよな。わー、すごいな、かわいいな。やっぱ肝心なところというか、ちょっと自信がないところは極端に自信がないっていう、そういう感じなんだろうな。わー、いい笑顔。落ち着いて、カゴ。来年の話だから。過去の目にドルマークが、円が浮かんでいた気がするけど、仕方がない話だ。過去って本が好きなんだね。はい、本は昔から好きって。お、そういえば、お、そして過去が本屋から古本を購入した話になった時だ。彼女が何か思い出したように手を打った。本屋さんから帰る途中に不思議なおばあちゃんに会いました。おばあちゃん。はい、そのおばあちゃんがスマホを落としたので拾ってあげました。過去としては世間話のつもりなんだろうけど、俺、ミク、ヒロナカには贈り物の理由がわかった
スマホを落としただけなのにっていうホラー映画あったよね。あれホラー映画だったっけ？ホラー映画あったよね。逆だね。スマホを拾っただけなのに。タイトルでつけるかな。覚えとったらタイトルつけよう。怒り者の理由ってそれだね。過去は心当たりがないとは言っていたけど、まずは理由が判明して安堵する。犯人はそのばあさんだな。犯人って言うな。スマホを拾っただけですよ。スマホを拾っただけですよ。過去にとってはそれだけかもしれないけどね。拾ってもらった方はそうじゃないんでしょう。そうか、熊肉、熊肉、イノシシ肉、松茸、椎茸、名前の出せない肉。名前の出せない牛の肉。マジか。スマホを拾っただけなのに。それに過去がこの町に来たばかりっていうのは誰もが知っているって自覚はないか。そこまで私って有名になってるのかなって。というか、見たことがない顔だから必然的にこの町に引っ越してきた人ってわかる。過去の顔を知らずとも消去法でそうなるわけなんだよね。うん。とにかくだ。その新入りから小さくとも恩を受けたとなる。なるほど。なるほど。ああそういうことか。ああザ田舎の悪いとこその2だね。見えっぱりなんだ結局。そういうことだ。あのそれのお礼がちっちゃいものだったら、あの例えば別の家の人が、私はこれだけお礼しました、あなたの家はこんだけなんですかっていう。なるほどね。初手だからこんなに大変なことになっとるんや。そうなったら恩をしっかりと返さないとこの町自体が舐められるって思うわけ。思わんて。背景としてはその通りなんだけど、わかる。すみません、ちょっと何言ってるかわかりません。だよね。俺も過去と同じ、過去の立場だったらわからないと思う。つまりは過去が新入りだから気合を入れてわざわざ贈り物をくれたってこと？逆にお返しのあれもひどく、あのね、逆にその例えば世話してもらった時のお返しがでかくなるからハイリスクハイリターンだよな。ええ、ざっくり言うとね。とは言ってもここまでのいい品を揃えられる人は限られるけど。そしてミクが過去に視線を向ける。あとはその老婆が誰だかっていう話ね。ある程度の特徴が分かれば絞り込めるはず。なんか特徴はなかったか？だいぶ高齢だったと思います。それから手押し車を使ってました。なるほど。他には？あ、そうだ、落としたスマホが最新の機種だったのに驚きました。これって割とヒントになったりは。過去が期待に満ちた視線を俺たちに向けるけど首を横に振らざるを得ない。残念ながらそうでもないな。ほとんどヒントになっていない。この町の老人って無駄に新しいもの好きだから、スマホは最新機種を持ってる人が多いの。へえ。あれなんか、あの町自体はもう古き、あの古きままを貫くみたいな感じだけど、新しいもの好き。なるほどな。田舎。田舎の老人イコールアナログというのはこの町に限っては当てはまらないんだよね。何せ俺、ヒロナガ、ミクの親戚も全員がそうだし。他には腰が曲がってて、それからそこまで言って過去が手をポンと叩いた。どうやら何か思い出したらしい。失礼かもしれませんが、何を言ってるのかわからなかったんです。守ってるから？それもヒントにならないような。あ、そうじゃなくて、なんていうか、こううめくっていうか、そういう感じの言葉を発するというか。その言葉を聞いた瞬間、俺の中でとある人物が浮かんだ。そしてそれはミクとヒロナカも同じだったようだ。もしかしてさ、うーとかうとかうってとにかくうっていう人じゃない？わかるんだ。いや、言ってて俺もわかりにくいって思うけど。あ、
話しかけた時もうって返されました。その人が持ってた最新機種のスマホってこれと同じじゃない？ミクが自らのスマホを見せると過去が何度もうなずいた。決まりだな。私も誰だか分かったよ。え？ひろなか先輩は分かりますけど、すべ先輩もですか？そうそう。ええ。今からその人のところに連れて行ってあげる。